吉田勤です。町田市議会議員選挙のもう何回かこの言葉を使ってますので、ちょっとトーンがちょっと高まりすぎました。今日は江戸川区議会議員の田中健さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、次のテーマですね。はい。実は私の、趣味、いくつもあるんですけども、一つはアニメ鑑賞というのがあってですね、アニメをよく見ておりまして、共著なんですけども、私実は2冊本を出してましてですね、一つがですね、外国人参政権の問題についてっていう、そういう、まさに政治家らしい、問題について、一つ本を出して、もう一つがですね、話題のアニメで「まどかマギカ」というのがあるんですけど、それについて語ったというですね、これも共著なんです。これアニメなんですね。で、私しかその政治関係者ではその中には書いてないという、本を出して、この2冊の本を出したというなぐらい、一つの趣味になってるんですけども、実はですね、この前あるその政治家が集まる、議員さんが集まるその勉強会でですね、おもむろにそこの参加者の代表者の方がですね、茨城県の大洗市の方だったんですけども、いや実はね、うちの自治体ではですね、ガールズ&パンツァーというですね、アニメがですね、非常に流行ってて、でそれでその地方、いろんな外部からいろんな人がそこの大洗市に来るんだよねというような話をされてたんですね。どういうことかというと、今までアニメとかそういうものに興味関心がなかったような人でもですね、そういう作品の中でご当地が取り上げられることによってですね、多くの観光客がその地にやってくるという現象がその無視できないというような、ことになってる。これは日本全国でそういうような現象になってる。で、私が今読んでる本でやっぱりこういう、やはり僕の、やはり俺の青春ラブコメは間違ってるという、こういう本もあるんですけども、これは千葉県を舞台にしてるんです。ですから、全てが全てじゃないんですけども、やはりどこかの地域を舞台にして物語が展開をされているという話になるとですね、これは別にアニメに限った話ではないんですけども、やはりその作品に触れた方が、じゃあその舞台となったところに行ってみたくなる。これはやはり人情だと思うんですよね。で、そういった時にですね、やはりこの町田市も実はあまり有名ではないんですが、ちょっとはそういう、アニメの舞台になってたりとかしてですね、全く無関係じゃないというようなこともあるものですから、ぜひですね、吉田さんにはですね、そういうようなテーマを地元自治体で取り上げていただいてですね、この町田市に多くの観光客を呼んで、地元の何ですか、にぎわいなりなんなりというのをですね、作っていただきたいなと、そういうような思いでですね、これは別に町田に限った話じゃなくて日本全国なんですけども、そういうようなことでですね、地域の町おこしというのに、こういうアイディアはいかがだろうかと、このような思いでですね、視聴させていただきました。ありがとうございました。今はですね、この町おこしという言葉、あるいはこうにぎわいという言葉があったんですが、私はあんまりこの2つの言葉とも嫌いなんですね。はっきり言って嫌いです。にぎわいというのは、要するに私は商売人の人がよく使うんですが、にぎわうより儲けというのが商売人の感覚の正常な感覚だろうと思います。それとは別にしまして、このアニメというテーマがありましたので、アニメに即して語りたいと思います。町田市といえば実はポケモンの町なんですね。残念ながらほとんど語られません。作者のこの田尻聡さんというのは町田の出身です。もう幼稚園に入る前から町田市に住んでおりまして、町田の特徴あります、団地で育った少年でした。その田尻さんが、このポケモンの主人公は聡というのはこの田尻聡さんのことなんですね。その大きな舞台になった小学校、そして周辺の小山、あるいは小川というところが舞台になってるんですが、なぜか中学校時代のこの記述がすっぽりときれいさっぱり消されているというところに、私はこの聡少年の、あるいはその聡少年がこのポケモンに向かっていった発想との乖離が生じてんだろうということをずっと考えてきております。町田氏がその田尻さんの発想というものを受け止めようとしなかったというのが、残念ながら町田氏の教育の一つの問題だろう、あるいはその現在でもこのポケモンを迎え入れようとしない、あるいは田尻さんをこの町田の英雄として全く扱おうとしないという町田氏のスタンスというものが、私はこの町田の文化の中でこのアニメがなかなか理解されない、全く関係ない地域のものを持ってきたり、あるいは流れ、今流行りのものだというのを持ってこようとしている前に、町田は
実はポケモンの里だということ、田尻さんがもう青年期までずっといた、残念ながら町田市を離れざるを得なかったという課題があると思います。ぜひ田尻さんには町田に来ていただきたいと、そしてこののびのびとした子どもさんたちというものについて語っていただきたいと思っているということで終わりたいと思います。終わります。